ありがとうございます。そう、今日は舞台の初日でした。初日もうほんと一公演あっという間、結構すぐ終わる、こうやってる側はね。ファンの方すごいキョロキョロしてた、どういうこと？キョロキョロしてた、どういうこと？わかんない、どういうこと。楽しかった、なんかほんとあっという間だった、すぐ終わっちゃった。そう、後半結構出てるから、そう、あっという間、早替えが多いんだよね。そう、そこが大変かな。早替えが多いから、ユセクの女の子とキョロキョロしてたという感じ。なんで？なんで？わかんない、え、もう全然わかんなかった、ステージやってたから。こんなこと、コブンは、コブンは古典、古典とコブンって一緒だよね、違う？一緒だよね、次のとこ古典だった、コブンってか、何、表記ではなかったんだけど、めちゃくちゃ苦手だった。苦手だったのに、そう、今回優等生役だから、真面目ちゃんだから、全然自分と違う。一緒だよね、こうとかでね、めちゃくちゃ苦手だったね。長いセリフを暗記してた。こういうのは、暗記？全部暗記だよ。ああ、なんか氷河シャムとか見ながら言ってるシーンとかかな。そういうところ、全部暗記です。でも私はそこまで長くないんだよね、一個一個のセリフ。他のレイちゃんとかユリナちゃんとか、他のサニー、ナギちゃんの方が長い。そう、一回で喋る量、一回で、あ、でもなぎちゃんはあれなのかな、その一回一回の、そう、言ってる量は少ないけど、その会話の量が多いって感じ。暗記不得意そう、暗記不得意そう。暗記不得意そうな、でも逆に暗記系のが好きかもしれない。暗記は別にそこまで不得意ではないけど。暗記系の科目とか好きだったし、理数系だけど、理系だけど好きなのは、理系も暗記あるしね、好きなの生物だから、生物って基本暗記じゃん、単語。暗記だから、そうね、暗記
器は不得意ではないかもしれない。そんな得意って言えるほどじゃないけど、まあ、好きだから覚えれるってのもあるけどね。好きだから覚えやすいってのもあるけど、頭に入るってのもある。そうね、暗記はもうテストとか苦手な科目は教科書まるまる覚えてたりしてて、ね、な不得意ではないか、普通ぐらいかもしれない。得意でもないけど。何がおすすめ？あ、名前？それは別じゃん、話が。それは別じゃん。先生が言ってくるテスト、もう覚えてないな。言ってくれる先生もいたけど、ここ出すみたいな言わない先生も、先生によってだから。あれかも。みんなと一緒に結構する計画少なくて困ったから。みんな、ああでも確かに全員揃うことが本当に全員みたいな、誰かいないみたいな。なんか特に蜂の巣のあのシーンとか結構全員揃わないみたいな、人数が多いから出る人数が多いから揃わないこともあったけど、私は大体いたから結構、私はそこまでだったけど、確かに私が出てない側だったか、だったら不安だったかも。そんなシーンは、どのこと？どのこと？どのシーン？蜂の巣、そのシーンネタバレ。蜂の巣だって出てない？普通に何をやるみたいな。蜂の巣っていうお話？え？出てるよね、だってもう。蜂の、なんか、その七夕とかさ、アンドロイド彼氏とか、それのこと言ってる。それのこと言ってる、私。もう、それは出てますね、そんな、うん。だいぶ前、私があれかな、ショールームの配信で出たとき、その、なんだっけ、告知配信みたいな。大紹介スペシャルみたいなやつ。それでも出るメンバーと、まあ、その他メンバーみたいに出てたけど、そう出てる、それそのこと。もう出てるやつですね、ネタバレではない。うちのそのやつ、みんなそれ見てると思う。そしたらもう何もいなくなっちゃうじゃん。何もいる。もうそれはもう事前に出てる情報だから、言っても大丈夫。ゼモの話は全然紹介。そう、なん、どの、なんていうの、どんなお話があってみたいなやつが全部紹介されてます、事前に。全部、その、出るメンバーも
この話はこのメンバーが出ますみたいなのも出てる。あれあるよね、 YouTube に確か上がってるはず。動画も YouTube に確かされたはず。メンバーとそのこの話みたいな、七夕蜂の巣みたいな、そう、なんかいっぱいある、いっぱい。さっき言ったアンドロイド彼氏がいた、アンドロイド彼氏とその出るメンバー名と、うちの巣とかはその役の名前があるメンバーの名前とその他メンバーみたいな感じで出てたけど、その他のところで結構出てたりしてるから、そうだからその YouTube に全部、その全部のお話のやつが出てる、出るメンバー名とお話。明日はね、明日土曜日だからあれだよね、ちょっと全員出るやつ、ライブパート。土日のライブパートはそう、全員じゃないけど、そう出れるメンバーは全員みたいなそういう全員。そう出るやつなんですよね。そう。土日だから明日明後日。明日土曜日だから、うん。そうです、出る、全員出る。いや、いつ舞台で次日程明日ですかね明日からほぼほぼ毎日あります。17が、17ではないの、確か17、それが毎日あります。そういう意味じゃなかったのか。そう、ライブパート、毎日釣りが違うのでね、本当に変わるよ、毎日毎日それが変わります毎日変わるんですよ。なので明日も違うよ、その毎公演変わるから、その日によって変わるじゃなくて毎公演だから、明日も昼、明日昼と夜あるんだけど、昼も夜も変わる、全部違う、同じ公園一個もない、本当に全部って。全部違いますね。そう、全部違うから、今日とは違う。全然の曲もさあ、どうでしょうねどうでしょうね。明日、明後日に行こうや。
だよね、2個目ずつ。遠い。遠い。今日の数字は仕事が多かったから、明日は仕事が過ぎるから、今日の数字は、あ、確かに今日の、あ、確かに下手、撮影タイム確かに下手だった。そう、変わるからね、毎日こう。明日の撮影タイムはどうでしょうね。明日の2公演とも変わるからね。前髪引きずられて、負けが全部取りした。締めまで止めまで印象変わる、印象、え、変わるんじゃないかな、やってる演じるメンバーが違うから、だいぶだいぶ変わると思う。変わるのはあれだよね、アンドロイド彼氏、七夕もう出てるもんね、あれ星チームとアートチームで変わるやつって、七夕、あー、蜂の巣、蜂の巣ダンス、蜂の巣、え、だよね、え、違うっけ、あー、あとメス猫、これもだ、そうだったよね、確か合ってるよね、全部確かそうだったし、その紹介の、そう、ショールームした時に確かハートチーム、星チームみたいな、それそう書いてた、それ、あ、そう、ロミジュリ、ロミジュリ一番大事なの忘れてた。ロミジュリ、うん、それはそうだ。一番変わらないさ。やばい。そうなんですよ。そう、結構ね、変わるよね。そう、結構変わるかな。ちょっと違った感じになるかな。お話は一緒だけど、さ、お話は変わんないけど、やるメンバーによって変わってくる。印象、イメージは、楽しみでした。ね、一番ロビジュリ、一番さ、変わるっていう、左で変わるってイメージが強いところなのにさ。誰と一番か絡む、あの、一緒に出るのが多いのはなぎちゃんかな、なぎちゃん、コブ、コブも一緒だし、七夕も一緒かな、てかほぼ一緒だね、出るやつ。アンドロイド彼氏は私はそう出てないから、ほぼほぼ、ほぼほぼ、そのなんか
そう、なんだろう、その他のメンバーみたいな感じで一緒に出たりとかあるから、ほぼほぼ一緒ですね。結構一緒。もう、ほぼほぼ本当にずっと同じやつ出てるって感じ。私が出るやつには。ハートチームって明日の方？全部発表されてます。ハートチームも必要、ロミジュリも全部、他のやつもその紹介したショールームで。めっちゃ前髪、巻きが取れて目にかかるんだけど、めちゃめちゃ邪魔ハートは明日のやつだっけ？そのハートチーム、星チームでさ、覚えてないからさ、自分が日帰りのメンバーじゃないから分かんなくて。ハートが明日かな？ハートが明日か。ハート明日なら、ってことは、みゆちゃんとなるちゃんだね。もう出てる。うん。出てます。全部ハートチームのチームのやつ出てます。その配信見たの？私は出てました、配信に 見る側じゃなくて出る側だったんだよね 出てたから。あと今日ね、そう、横内さんとリサさんとね、その初日のメンバー全員に初日おめでとうって言ってプレゼントをくださって、ね、めっちゃ可愛い靴下もらったの。シナモンの靴下可愛い。シナモンめっちゃ量が増える でかくない？普通のサイズなんですけど。コギミン、コギミン、なんか何種類か、そのメンバー、メンバーにたくさん何種類かのやつをくださって。そう。コギミンもらってる人いなかったから、あれじゃない？コギミンなかったんじゃない？もともと。あとね、なんかポンポンプリンのケース、かわいい。シール、シールかなこれ、なんか入ってんだよシールかわいい。プリンク、これ閉まんないこと、うん、変な閉まり方した。あ、55分ありがとう。ランキングまで。そう、これをいただいたの、かわいい。13位からランキングます。13位、ピンクカメオさんありがとうございます。12位、ゲローさんありがとうございます。11位、香港のアルマットマーク、舞台お疲れ様でした京川さんありがとうございます。10位、 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。9位、のりぴーさんありがとうございます。8位、としのりさんありがとうございます。7位、風と海とさんありがとうございます。6位、佐々木俊介さんありがとうございます。5位、楽楽さんありがとうございます。
4位グランツさん、ありがとうございます。3位ラスカラトマークタムタムさん、ありがとうございます。2位ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がヒューガナッツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。そう、あ、明日の配信はちょっと朝しようかなと思ってて、めっちゃ朝早くなるんだけど、6時40分50分にはやりたい、遅くとも朝に。ちょっと夜はあれわかんないから遅くなっちゃいそうだから朝にしようと思ってます。朝そう、明日もともと早くなんだよね。そうだからもう朝に言っちゃう朝かな。昼と夜多分ねできないんだよね。 Wi-Fi ないから、 Wi-Fi ないし多分配信する場所ない、無理だと思う。劇場でできそうな場所がないし、 Wi-Fi もないちょっと Wi-Fi なくて配信するのは怖いな明日はちょっと朝にしようと思ってます。使い放題だけどさ、え、なんか怖くない？配信はさすがにめちゃくちゃ使うからするとね、電波が良くないんだよね怖いからさ、 Wi-Fi なくてするのはあ、今6時59分じゃん。じゃあ明日だから6時40分50分ぐらいには始めたいとは思ってる思ってます。そのぐらいに多分するかな。なので明日は朝です。6時40分50分ぐらいにしてきたらいいなと、からできたらいいなと思ってるので、なのでそういう夜はだから明日はしないです。じゃあそろそろもうちょっとで切れちゃうので、ありがとうございました。明日も公演、キスバイエットこの舞台よろしくお願いします。頑張りますありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。おやすみー。